よし、この反応容器で溶液を攪拌するぞ。攪拌紙を入れて、全然混ざらない。え、攪拌紙小さすぎない？これしかないんです。アズワンからたくさん攪拌紙をもらったから試してみようよ。あ、一般的な攪拌紙です。音が静かな攪拌紙です。静音設計になっているため攪拌時の音が静かです。オクタゴン攪拌紙です。真ん中にリングがついているためビーカーの底に当たりにくいです。オーバル回転紙です。こちらの攪拌紙はこのように厚みがあるためバル底フラスコなどガスフラスコに適しています。ラウンド1ファイト。You win. トライアングル回転紙です。こちらは三角柱型の構造になっており、沈殿物を上に押し上げることができるため沈殿物の分散などに適しています。取り外しリング付き回転紙です。こちらの攪拌紙はリングと回転紙を分解して使うこともできます。このリングをつけて使用することで飛沫やスピンアウトを防止することができます。ラウンド2ファイト。You win.円盤型回転紙です。こちらの攪拌紙は粘性のある液体や丸底容器などさまざまな用途で使うことができます。低速対応クロス回転紙です。こちらはこのような形になっており、比較的遅い速度で深い渦を作り出すことができます。ラウンド3ファイト。You winスリンジなどの丸底容器に適しています。回転紙サターンです。こちらの攪拌紙は攪拌位置が通常よりも高いため底に沈んでいる資料と接触が少なくスムーズな攪拌が可能となります。高速対応クロス回転紙です。こちらはクロス状になっているため効率的に早く攪拌することができます。こちらは強力攪拌紙です。こちらの攪拌紙は強力な木土類を使用しており、強力で安定な攪拌をすることができます。
フロント攪拌紙です。こちらは低速回転用の攪拌紙です。細胞の破壊を最小限に抑えることができます。セミミクロ攪拌紙です。こちらは小型のフットボール型になっているため、小さな容器の攪拌に適しています。マイクロ回転紙2個入りです。こちらは極小な回転紙なので、小さな容器の攪拌に適しています。こんなにいっぱい攪拌紙があったら何でも混ぜれちゃいますね。効率的に混ぜて反応を短時間で終わらせよう。そしてみんなで実験いっぱいやろう。おー